Hello Minasan, everyone. konnichiwa. Welcome to our sixth lesson of the Daioku year. desu ne yokosan, sono genki desu ka? Genki desu anata wa? Genki, genki. Minna genki, watashi tachi. Genki, minna wa? Genki desu ka? Kyō wa daioku desu desu, totemo juyō na lesson desu. Tte kono kiso no lesson wa totemo juyō na desu ka? Watashi tachi wa koko de spiritual, watashi tachi no spirituality o tsukuru, sono infra o tsukutteru kara. Ne kon, kyō no lesson wa netto eda no hosoku o mimasu. これも、なぜ重要なテーマかといえば、まあ、このテーマではとてもこの、概念を見る、まあ、スピリチュアルな原点、まあ、テキスト、まあ、カバリストたちが書いている、まあ、カバラの知恵、なんでカバリストたちの文章はどうして、この構造を持っている、その構造を持っているのか、まあ、スピリチュアルティにどうしてこの言葉を使って話しているのか、まあ、どうやって、感情とかを自分の中はそういう、まあ、感情をどのように言葉で表現できるのか、まあ、その他者は感じることを、まあ、感じること自分で感じることはできないのにどうやってできるのか、まあ、さ前のレッスンでは、まあ、カバラの知恵は何なのか、どのようにそれを学ぶのかという勉強をしました。でそこで理解したのは、まあ、この知恵でクリエイターもこのように生きながら、まあ、発見すること、ができる、まあ、そのツールになっている、まあ、クリエイターを発見することについてもたくさんその説明が、いろんな説明があるけれども、カバラの視点から見ているのはクリエイターとは全ての裏にある力です。全てを創造した力です。彼、まあ、彼とも呼ぶけれども、クリエイターとも呼べる。クリエイターは私たちに対して特別なその態度を持っている、まず非造物に対して、まあ、全現実に対して。なぜか私たちみんな、まあ、個人として感じるけども、この現実の一部になっている。でクリエイターはこの現実とのその関係を持っている。で私たちはその現実のみんなその一部になっている。でカバリストたちはカバラの本で説明しているのは、それはその特別な文章によって説明する、ネとエダのそのメソッド、言葉によって表現する。まあ、ネとエダとはどういう意味なのか、まず見てみましょう。その後発見していくのは、私たちはどのようにこのスピリチュアルな文章を読めばいいのかについて、カバリストたちが書いているもの。ではこの言語、ネとエダの言語は、ネとエダの法則に基づいている。で、ネとエダの法則は、まあ、単にどういう意味かといえば、まあ、シンプルに表現すると、私たちはみんなこのように生きている。これは私たちの現実です。This is our reality. And we have five senses. 私たちには五感があります。現実の近くで学んだように。でこの五感によって私たちはそれを通して、まあ、自分の理性、自分の感覚や感情の中で発見するのは、まあ、この物質段階がある、まあ山、川、太陽とかあります。鳥もいます。人間もいる。いろいろな、まあ、ことがある。植物も。から、生物、植物と動物段階、人間段階と、すべてこれらはこの現実にある。で、この現実はすべて自分たちの五感の感覚の中で、近くする。で、カバリストたちはこの現実を超えたものを発見、説明したい。だから説明したいのはスピリチュアルな現実を、説明したい。でこのスピリチュアル、まあ、スピリチュアルワールドとも呼ぶ、このスピリチュアルな世界はそれに対する、それに合ってるその、感覚が必要、まあ、この私たちが五感を持っているとなるように、まあ、現実を感じるのに、まあ、スピリチュアルなその世界を感じるのはそのもう一つのその感覚がある、まあ、その感覚は、まあ、6目の六感、その6目の感覚とも呼ばれている、まあ、魂とも呼ぶ、まあ、今この現実に生きている間、まあ、五感を持っている、間私たちは魂を持っていると感じない、まあ、宗教の本とかに書いているのは私たちみんな魂を持っていると書いているけども、教師たちは言うのは、まあ、魂を持っていたなら、まあ、それを感じたでしょう。でも私たちはそれを持っていると感じるのか、感じていない。もしそれ感じたなら何も問題がなかったでしょう。なぜならそれで、まあ、単にこの世
to spirituálna sa kajmo okandite tady čo moši tam až nie gata nara štara nani mo mondaj ga nakata že ma zain genžice ga miete tady čo sole de na sebe te vado ni oni ugojte runo kama sebe te vado ni oni okiru no kato ga tu no mite tady čo nani mo hatena ma ni mo šismo moto nakata čo došte džmeo ga ikto no ka došte sozo sa eta no ka kono genžice na ka ičeo deva nakata de naika ma sore omote ilba na zeka私たちはまあ最終的にも自分の人生はそれほど素晴らしいものではない、まあ、いろんな心配事があって問題があるこの人生にですから、まあ、うまく仲良くできないから家族の中でも国と国の間でも、まあ、全てを粉砕まあ、壊れているような状態になっています21世紀に壁師たちは、まあ、みんなに、聞いてください私たちは魂を持っていないという中でもこの現実に No Soul 魂はないけれども魂を作っていきたいで前のレッスンにも学んだように、まあ、自分の人生の意味は何なのかというの質問その質問を持っている人は心の点その五感の追加というものを持っているのその心の点を持っていることを自分はどうして生きているのかというその質問質問を持つようにしてくれる私たちは今このように、まあ、現在のその感覚しか持ってない昨日の感覚とかと弟のその感覚も覚えてない、まあ、今日職場で何を感じたのか何を経験したのかっていうのを忘れてる覚えてないはっきり、まあ、ただ一日が過ぎただけ今はモニター前に座ってて、まあ、今感じられることは、まあ、今現在しか感じられないだから言われたのは一日、まあ、その生まれてまた生きてまた死ぬその3日で終わるというなぜか全て の, その感覚今 現在もその感覚に全てが入っているのではなくなんかぼやけた記憶のようなものしかなってないでも私たちは心の手の持っているためこの魂というものを作る能力を持っている可能性があるで壁師たちは言っているのは、まあ、ここに身体があるここの手もここにある全現実は2つの現実からなっているスピリチュアリティと、うん、物質界で壁師たちは言うのはスピリチュアリティは全ての理由原因になっている全ての原因になっているで、まあ、根になっている根源になっているだから私たちに今この世で起きていること自分たちが求めていること考えていること、まあ、ここでもこの現実で起きていること全てには実は、まあ、スピリチュアリティにもその原因というものがある根があるでその原因、まあ、それから全てのその根は、降りてくるこのようにはいあなた、たち当ててみたかもしれないけどはい原因と、して降りてくるで、結果として到達するこのようにそれか、まあ、原因があって結果があるそれか効果それか、根と枝があるここに、まあ、ネット枝 の, その法則が実にここで働いているなぜか、まあ、壁師たちは言うに全てに起きていること の, その原因根、はスピリチュアリティにあるでここのこの世にはその結果しか、だけは生きているこの結果になっているだけ、なっている、まあ、原因あの理由で、まあ、ここで実は何が起きているのかというのを理解できない他者のことも理解できない、まあ、心理学は、まあ、その学科学にはなってないなぜかみんなは互いに違ってるから、まあ、2人をも同じふうにもその分析することもできないみんな互いに違ってるから顔も性格も全て、人間によって違う、まあ、ただ私たちみんな独り知りになってること以外全てにおいて互いに違ってるだから、まあ、自分の中のもの感覚や性格とか全てでは違うふうになってる、まあ、みんなのその遺伝も互いに違うみんなは互いに違ってる。なので、まあ、この世で起きてること全ては人によって違うふうに感じられてる。確かに。と違ってもこれはとても根本的なことで理解する必要があることでもそれはまあ起きていることを理解するに、まあ、壁師たちは言うに、まあ、まずその根源を、まあ、その根をまず理解する必要があるとだから最初 の, そのこの仕事はまず、根を理解することです Understand the root 根を理解するなぜかそうすれば
everything that happens すべてこの世で起きることもどうして起きているのかというのも理解することができる。して、まあ、その後も this world understand this world、まあ、この世も理解できるようになる。その後で、カバリストたちはスピリチュアリティを説明している中、時々、まあ、いろいろな用語を使っている、まあ、私たちの聞いたことのない言葉も、なぜか自分たちの感覚や感情とかでもそれらの言葉を知覚できないから、例えばカバラフォルステューデントの本から何かちょっと読んでみましょう。とても大きい、バツ緑の本です、辞書のようなものです。ここからちょっと読んでみましょう、まあ、彼は全くどんなことを書いているのか全く分からない。そういうのも書いてることも分かる、まあ、カバラフォルステューデン、ちょっとカバラの知恵の前書きからちょっと読みます。あ、ここもうちょっと光の出発、まあ、ちょっと、まあ、少しちょっとした段落を読んでみるだけ。マルフットはオリアシャーの一部を受け取ることを決めた後、してそれをトフの中で受け取ってから彼女は受け取るのをやめた。マルコトは常にパツオフのロシの中で計算する。つまり自分は授与するためにどれほどマサイ大元のその光の分量はどれぐらいになるかという、マサフによってパツオフはそのオリアシャーの一部しか受け取らない。なぜか被造物に恩恵もと、イクレーターに、恩恵もとこ恩恵もとすために受け取ることは私たちの性質に反しているから、まあ、彼らはとても根本的なこと、まあ、人間とクリエイターのその関係性について話しているけども、今読んだその一つの段落の半分ぐらいの言葉、単語は全く私たちは理解できないわけですね。でもカベストは話していることはカベストたちのその法則に従っているというのは、それは彼らは自分が獲得してないものを書かないことです。カバラの知恵では何もそうやって表現されない、完全に獲得理解されていなければ、でその、まあ、理解されているとは、まあ、獲得されているとは、それは実際その感覚の中に生きている、まあ、その原因を理解する、その感覚のその原因を理解する意味です。そしてその感覚は自分の次の段階で何をもたらす、自分に何をもたらすのかというのも知る。だからその感覚は自分の一部になって、自分はどこに次の段階どこに行くのかというのを指導してくれるべき、まあ、そういうのそれを感じるまでに私たちはどうしてこのように生きているのかというのも全く分からない。何をするべきなのかとか、どうしていろんなことがこういうふうになっているのかというのも理解できない。だからこの心の点が目覚めた後、まあ、人生の意味を探し出す理由です。そしてその道で、まあ、その探る中で、まあ、多くの人はカバラの知恵に来る。で、カバラに来たらもうとてもカバラ、が有意義と感じる。なぜか心の点はとても強いから。でこの知恵では、まあ、クリエイターと その関係を作ることについて話す、まあ、全て その原因と その関係を作っていくわけ、全ての根、ね、と。だから私たち絵だとして、まあ、自分たち その存在とか起きていること、その原因を見ることはできないけども、カバリストたちはこのネットでの法則で全てを私たちにもう明かしている、説明して、いる。もだからカベストたちは書いている、まあ、彼がスピリチュアルについて書いた本は全くこのようについて話してない。ただ根についてだけ話している、原因、全て その理由と原因についてだけ話している、まあ、これは、まあ、このレッスンの始まりで理解するのがとても重要です。少し読みましょう、まあ、私たちちょっと理解できるものを読んでみましょう、まあ、少しこのレッスン その方向を作るために、もちろん質問があればどうぞチャットで聞いてくださいではもう少し同じ本から読みます。ちょっとした説を読みます。カバラの知恵の本質の記事より、はい、たくさんの人はカバラの知恵のすべての言葉や単語は抽象的な言葉であると信じている。なぜなら神性やスピリチュアリティを扱っている言葉であるから、まあ、それは、時間や空間を超えているものであり、私たちの想像もそこを把握できない。その理由で彼らは決めた。つまりこれらのことは抽象的な名前についてだけ話していること、よりも強固なその抽象的な名前について、なぜかこれらのことは完全にして元から
私たちが想像できるそのこ要素から、ね、なってないから、まあ多くの人はカバラのその本を見たら、まあカバラの知恵は全くその現実ではないことについて話していると思ってしまう。私たちは全くその把握できないものじゃないかというふうに思っています。つかめないもの、実は、まあ、スピリチュアリティに入るまでそういうふうになっている。何も把握できないけども、さっき言ったようにカビストたちはその、把握、まあ、獲得したものだけについてだけ、書いている。だから、まあ、例えば私たち、まあ、書きましょう、ここに人がいる、この人は、この原点の文章を読んでいます。カバラの原点文章を読んでいる、カバラを、まあ、学んでいる、ウィストムカバラ、カバラの知恵を学んでいる人です。ここのそのスプリットというのは、まあ、生徒、まあ、彼とか彼女が、まあ、勉強 し始めた時にもこのようにいる。でもこの世界ではスピリチュアルな世界についていろいろ話している。でこの現象、スピリチュアルワールド、スピリチュアルな世界のその感覚では、まあ、言い換えると、生徒は全く文書で何が起きているのかというのも分からない、スピリチュアル世界のことだから、まあ、ここでも生徒はある程度もスピリチュアリティを獲得したなら、そしてスピリチュアリティに入っていたなら、心の手を持ってこの文章を学んでいたなら、その文章は実に全く違う意味になっていた。なぜかそれでこの文章は人の実際になっているその状態を説明しているから、 Describing the state one is in and the future、 そして自分の状態と将来のこれからの状態も獲得する必要になっている、その将来これからの状態についても説明している。そのためにカバリストの本は、カバラの本はとても重要でも特別なものになっている。なぜかこのようについて全く話してなく、話してない、説明してないけれども、私たちはカバラの文章を学ぶと起きるのは、私たちはそこから、やろうがない、まあ、そこから光と呼ばれているものを引き寄せます。まあ、そこで、まあ、これはちょっと不思議、変じゃないかと思うかもしれない。どういう意味なのか、光を引き寄せるのか、どういう意味なのか、まあ赤ちゃん の, その成長を見たことありますか？ずっと走り回ってるでしょう。なんかずっと遊んだり、なんか読んだり、まあ、全てなんか舐めようとしても、味わおうとしても、全てをタッチして、まあ、触ったり、まあ、全てなんか把握したいと、まあ、ずっと成長しようとしてる。その力、それを抑えてくる、まあ、動かすその力、まあ、赤ちゃんにもとても全てを探りたいというふうにしてくれるその力、まあ、その内面的な力になっている、内面的な欲求、まあ、想像の中に存在している力です。自然に存在している力ですね。赤ちゃんは本能的にもその成長したいというその動機を持っているから、自然的にはずっと動かそうと、動こうとする、その前に進もうとする、その次の段階を獲得するために、だから自分 の, その成長の段階を経ていくために、赤ちゃんはそのずっと動かないといけない、まあ、そういう本能的にする、まあ、彼らはとても本当に辛い仕事をしている。赤ちゃんはずっと何かやろうとしても、ずっと歩こうとしても、なんかずっと味わおうとしても、ずっととても大きなその仕事を行っている、まあ、ずっと全てを把握しようとして、自分はどこに存在しているのか、ずっと理解しようとして、自分はどこにいるのか、これ周りのことは何なのかという、その好奇心を持っていて、も大きな、まあ、ずっと全てを探って、も全てを学ぶその欲求を持っているわけ、まあ、成長するために。で私たちはもう成長しているかも大人になっているかも、その欲求はもう持っていない、まあ、子供のように。
でも、ここで起きているのは、私たちは自分の将来も次の段階、スピリチュアリティのその段階に、学びたいと思っていれば、私たちはその同じ力を引き寄せることになる。彼らのその成長に対するその欲求を持っていることによって、引き寄せるその力、私たちも引き寄せる。で、その力は光と呼ばれている。で、私たちも、ね、大人になったら、なんかいろいろこの人生を知っているだろうと、いろいろ経験を持っているだろうと思っている。いろいろ分かっているからと思っているか、スピリチュアリティに対するその自然的なその欲求、知りたいという欲求を持ってない、子供が身体的に成長したいというその欲求のような、だから私たちはスピリチュアリティで、成長したいというその絶望を育てる必要がある。で、この心のテーマはスピリチュアリティに対する欲求です、絶望です。で、だからカバラのその文章を学ぶことによって、実はスピリチュアリティで成長したいというその欲求を育てていくわけです。子供がもっと自然的に持っているその欲求のように、物質界で成長する、どのようにこれが起きているのかというのは、これは自分の心の点のことです。心の点があるから、私たちはスピリチュアル的に発達していくことができる。なぜかスピリチュアルに対するこの欲求を作っていく、育てていくから、この五感を超えるその欲求を作っていく。で、その仕事、これスピリチュアルの仕事、カブラの知恵と呼ばれているこの仕事を行うていくことによって、私たちも光を引き寄せることによって、内部的に成長し始めるわけです。で、その内部的な発達も、この内面のその、発達の段階、そこでも進み方は光を引き寄せるというふうに呼ばれている。だから光は、その想像上にしかないものではない、光とは実に自然にある力になっている。私たちはその力を、進む、その次の段階に進むために引き寄せる、子供と同じように。で、カバラの知恵は、その力を引き寄せることも教えてくれる。私たちはその力を引き寄せることによって、その後それによって、進んでスピリチュアリティに移動することができる。だから光とは、それは何かの創造的な、その抽象的なことではない。神たちは光について話して、いくつかのその光の種類がある、たくさんのその種類が実にあるけども、これらの、光の話をカバーすると、それは、クリエイターの、その創造の力 の私たちのへの影響の話をしている。で、どのように彼とのその性関係を持っていても、子供はその関係を作っていくということによって、もこの世で育つようにすると、同じように私たちは、その関係性を、自分の選択肢から作っていくことになっている。スピリチュアリティに向かって、これらの抽象的に聞こえていることを、このようにいる人にも、これらのことはとても抽象的に聞こえている気も怒りとか、でも人はその最低限のスピリチュアル獲得を持つようになれば、これらのことは、その抽象的なものと感じるのではなく、自分の現実 その一部として感じる。今食べ物とかを匂うこととかはできると、同じように今の花とかの匂ったりすることはできる、食べ物を味わったりすることも、いろいろなことに触ることによって、その感覚というものもある、感じる、この現実をそうやって感じる。スピリチュアリティにも同じように、でも同じように、この心の点を成長させることによって、魂を作っていく。だからここでは、これは光を受け取るためのその器になっていく。OK? 光に満たされるために。で、その感覚に、満たされることによって、光に満たされることによって、カバリストの そのこの文章を理解することができるようになる。この文章を、前進すると、スピリチュアリティに向かって、で、前進するためのその地図のように使うことができます。成長するためにも、子供はこの世で、全てを使っている、いろんなツールを使っていると同じように、成長するために親を含めて全てそういうふうに使っていると同じように。だからこれは、そういうことです。カバリストのカバラのその文章、本に書かれていることは、このようについて話しているのではなく、よりその高い存在の段階について話している。で、私たちはそれを学ぶことによって、そこにいる、そこで存在することに対する欲求を作っていく、育てていくわけ。そのスピリチュアルな感覚を持つようになるための欲求もして、自分のその五感の上にもその 6個目のその感覚を加えるためにして、そこでその世も、この世と同じように、実際のものとして感じるようになる。だから、彼らが話していることは、全て本当のことだけども、私たちはそこに行くことが必要。実際それを感じるようになるために。
from the same Gisai sa leo ikiri oni na tamni mo sko she mi mas ona ki diori de mo so no de ona ku gaku ni kabara no chi wa gutai tekina gisai no yogo ya gainen shika tsukawanai mo kore wa kabaristo ni totte で曲がらない法則である獲得のをしたことのないことを名前で呼ぶことはしない。これはとても強い法則です。なぜかその法則に従ってなければこれは全て嘘になっているから、まあ、なんか神秘的なその宗教のラモルでしかない。それはただの噂話でしかないから、だからこの法則はとても重要で、カブリストたちは昔のその世代では生徒たちは何を話したのかというのをとても慎重に教えてたとして、彼らの獲得、スピリチュアル獲得はその第一ゴールであると。そのため、まあ、それで、まあ、この知恵は先生から生徒に伝えられる、まあ、実際のその性格的な方法で、まあ、その性格的な方法に至るのに魂というものを発達しないといけない生徒たち、まあ、これは私たちもやることです。カバラの知恵で、で、まあ、いいニュースがあるけども、これはそれほど難しいことではない。友達たち、とても助けている友達がいる、まあ、いいグループ、いい環境があるから、まあ、実際に学ぶことは実にできる。してもそのスピリチュアルな感覚を発達させることができる。この新しい領域に入るために完全に今隠されている、私たちの近くにないもう世界に一緒に入ることができる。 OK、 では、ね、の言語、エダの言語、すいません、カブリストたちはスピリチュアルな世界についてしか話さないけれども、彼らはこの世のことも言葉で表す必要がある。なのでまあこういうふうにしましょう。まあカバラの知恵を学んでいる生徒にとって、まあ、本を使っている、はい、カバラの本を学んでいる、新鮮のカバラの本を学んでいます。第一レッスンで話していました、まあ、カバラの知恵は何なのか、何ではないのかについて話して、まあ、神聖なカバラの本は唯一私たちと人とクリエイターの間のその関係についてしか話さないことをみんな知っている。クリエイターは上の方向にいる、まあ、彼のことは今感じないけれども、それはそれで大丈夫。でも心の点を持っているから、まあ、それをできるように知るようになる、そのポテンシャルを持っている。でカバリストたちはスピリチュアルについて教えたいと思っている。どうしてじゃあ彼はこの世について文章を書くのか、まあ、この世も見え、私たち見えている、どうしてそれについて話すのか、まあ、ただ内面でまあそれを研究して、まあ、実に発見することしかないのに、でもカブリストたちはこの世について話さないけども、この世からの言葉を使っている、スピリチュアリティにあるものを表すのにこの世の言葉を使っている。なのでカブリストたちはエダの言語を使っている。 In order to describe, Language of branches describe 説明するのに、根源、ね、を説明するためにこのような言葉を使っている。そのため、まあ、カバラの本を人を読むと、まあ、カブリストたちはこのようについて話していると思い込む。でもそれはナンセンスです。もうこのようについて何も話すことはない、カブリストに。全ては目の前にあるので何も話すことはない。なんか、あることは生じる、まあ、あることはなくなる、まあ、家に帰ってまた仕事に行って、まあ、食べて、飲む、食べ物、セックス、家族、お金、名誉、知識がある、その後死ぬ。それとも、ね、シンプルですね、はい。動物もそういうふうに生きている。鶏も日本足で歩いている。そして家に入って家から出る、自分の家、何鶏の家なんて、チキンク、まあ、そういう鶏の家、まあ、私の農業はやったことない。まあ、家に入ってまた、朝出て、まあ、また夜になったら、また帰ってくる。で、
まあ、主人と一緒に、また朝起きて、また同じことを毎日繰り返す。で、朝あなたはその神聖の卵で、というのは私たちと同じその、生き方をしている日本で、足で。でも私たちはどう違うのか、まずこの心の手を持っていることです。だから私たちは実際したいのは、まあ、この心の手を使うことです。そうすることで、自分たちをその根源の段階に持ち上げることができる。カバラの知恵を学ぶことによって、してカバラの知恵をどのように学ぶのか、枝から、学ぶことによって、その根を見ることによって、影響される。でその影響、光によって、ルーツにまた、戻される。というのはカビスたちを話しているのだけ、根のことしか話さないけども、それを表すのに、表現するに、このような言葉を使っている。例えば光という言葉、単語、光という単語は、いろんな意味がある。この家の照明のこと、日光のことも、いろんな、そのキャンドルのろうそくの光、その何玉つとか、そのいろんなその光があるけども、彼らは光の話をすれば、彼らはクリエイターの彼ら、彼の私たちに対するその影響のことだけを話している。なぜか、クリエイターの私たちに対する影響は彼のその、結果という、効果の話だから、それは光と呼ばれている。だから、これらの定義を正しく見るのに、特別な勉強が必要、学び方、特別な学び方がある、が必要。で、先週も話してたけども、これをとても、少しずつ、自分たちの感覚をそうやって、刺激していく必要がある、その方向に向けて、自分たちを新しいその知覚に向けていく必要がある、新しいその観察の視点、角度になっていくために、自分たちを今の現在のそのこの知覚から抜き出して、違う視点からいろいろ見始めることができる。彼らと何を話しているのか、これは、枝の言語です。すべての、低い、世界はその上の世界の、因になっている。だからすべての世界は量や質においてもすべて、はその下、の世界にコピーされる。さっきどこから私たち来たのかという話してたと思うけど、クリエイターはまず最初私たちみんな想像した、完全なものとして、本人も書かれても、アダムはエデンの園に入っていたという状態とも、というふうにも、説明する。ここはエデンの園です。完全にクリエイターと一緒にいてた、とてもいい友達一緒になってて、素晴らしい時間を過ごしたようなもの。だけどもこの、その、アダムはその状態の中で、クリエイターのことを意識してなかった。クリエイターのその能力と意図をあまり知らなかった。彼はその子供のように、赤ちゃんのようになってた。お母さんのに抱かれてる赤ちゃんのようになってた。でクリエイターはもちろんアダムに大人になってほしい。のでクリエイターはアダムを、罪と呼ばれているものを通して、5つの世界を経験させた。でこの5つの世界は、言ったかと思うんですけども、アダム・カドモンの世界とアツィルトの世界とベリアの世界とヤツィラの世界とアシアと呼ぶスピリチュアルな世界です。カバリストたちは説明している5つのスピリチュアルな世界です。で私たちは全く分からない、これらの世界は何なのかというのは全く分かりません。こう書きましょう。あなたたち知ってるように私たちはここにいるから。彼らは世界の話したら、全ての世界は、その互いにもその因と因果のようになっているふうになって、上の世界は全て、その下の世界にあるとか、上の世界と下の世界は互いにも全て、その中に含まれている。このようにも全ては含まれている。このように生物段階、植物段階、動物段階と人間段階がある。スピリチュアルな世界も
も同じように前言律が各世界に含まれているわけです。で、彼らが説明しているのは、ここにある物事すべてはここにも刻まれているのもある。だから壁人たちは言っている、前言律は人間の中にあるという理由です。現実の近くでも学んでいるように、すべては人間の中にある。自分の中にある。だからスピリチュアルの世界は、実は自分のその、感覚について話してる。して、その量と質について話してる。私たちの感覚においても量と質と、クリエイターとの関係のその量と質についても、それは彼ら神たちは話していること。全てです。つまり私たちは各段階においてクリエイターとのその関係性を持っている、子供が成長するその段階、各段階、その成長の各段階に子供は何というその、成長のその、そのジャンプのタイムはその成長あるでしょ、スパートみたいな、とても成長するその時期があると思うけども、毎回もその集中的に成長するときも父さんと母さんと の, その関係も変わる。だから子供がだんだん成長していくと、起きるのは、お父さんお母さんと の, その関係を作っていく、現実との関係、友達たち親戚とかいろんな人と の, その関係を、全世界と の, その関係を 育てていくわけです。でその自分 の, その各の家族の中で、自分は成長していくと発見する、この大きい世界と一緒にスピリチュアルティにも同じことになっている。私たちは小さい世界の中に生きているけれども、スピリチュアリティに生きたい。そこで同じことが起きている。つまり私たちは、この世界はどれほど大きい、スピリチュアリティはどれほど大きい世界なのかというのを発見し出す、これらのはしごの段階を通していく中、同じことです。だからここにもアシア・エチラ、ブリア・アツシルトとアダム・カドモンの世界がある。私たちは登っていく、全く同じその道を登っていく、降りてきた道と全く同じです。道です。完全な状態に到達するために。で、これを説明しているクリエイターの、私たちは経験している、この学習のプロセスもそうだし、この学習に対する態度とか、学び方とか、私たちの成長の仕方とかは、カバラの知恵によって発達する、カバラと一緒に成長していくことは、心の点の発達も影響させる。心の点は、上の方に上がり始めるまで、もう上昇したいようになる。そしてもう、クリエイターの現実に存在するその準備ができるまで。だからカバラの本は常にね、について話してるけども、枝と言われる言葉を使ってる、上層の世界を説明するために。だから私たちは学んでるときにとても、気をつける必要がある。この世の言葉、ただ、これは自分の、まるで、これはこの世の話のように扱わないようにする必要がある。だから光の話すれば、光は実はこの世で見るこの光のことではないことをとても気を使う、気をつけ作り調がある。例えばマサフという言葉もあるけれども、マサフはスクリーンの意味でだけれども、それはテレビ の, そのスクリーン画面の話ではない、そのパソコンのモニターとかの話ではないことを理解しないといけない。マサフ、スクリーンとは、それは、クリエイターの私に対するその態度を反射する、あるその同じような態度を持つことも、その能力について話している。クリエイターの私に対する態度を、適合する話です。彼のその態度に位置するその態度で、それはスクリーンと言われるものです。だからこれらの言葉もこのようにその言葉を使っているにもかかわらず、全くその意味が違っている。私たちはその意味に向かって、目指す必要があり、スピリチュアリティに
giriyor oynar tamamen. Bak Moskoshim kabeşi taşın. Kutuba yomi maşo. Stagatte. Sibete kono gen içi ne aru. Kutuba kono yori hikui sekai. Eni aru sibete no koto wa onari. Sono aete wa ue ni aru. Jousan sekai ni maru. Kora futatsu no ni teki ga onari pondo ni haeteru yona koto deru. Kora ne to eda to yobaretteru. Toi no sibete kono yori ni aru. Eda wa yori takai sekai ni maru. Sono shita no yoso no kongen toshite sonzai suru. Sono yori shita no kono sekai ni ma sibete no mono wa kizamareta. というのは、まあ、全ての山とか惑星、植物、木、人間とか、まあ、全て実はそういうふうに、まあ、全現実、まあ、こういうふうに、まあ、The whole of reality、まあ、全現実というふうに呼びましょう。ここに、a copy from here.まあ、これはここからのコピーになっています。まあ、全現実とは現実の根、ね、The roots of reality。Okay. Okay. 現実の根、ね、こう書きましょう。はい。So、everything that's in this world, なので、このようにあることすべて、すべての惑星、植物、わからない山、川、すべてのすべて、まあ、動物、人間、すべてを含めて、すべてはこのように存在する物事は、上層の世界にも存在している、アシアにも、ブリアに、アシア、アチラ、ブリア、チロット、アダム、カドモンに、すべてこれらの世界に。Also have everything that is in まあ、全てこのようにある、ものもある。というのは、コピーのように、全てが、まあ、そこに刻まれている。Right, はい、何か質問とかありますか、アンソニー。今のところないです。今のところない。もう少し読みましょう。どの話か見てみましょう。まだカブラの知恵の本質の記事を読めます。この緑の大きい本の26ページです。カビスたちは、決まった、用語を見つけた。とてもいい 話し言葉に、まあ、互いにコミュニケーションすることができるようになったこの言葉のおかげで、まあ、スピリチュアルな根源について、まあ、ただ、下の世界もこのようの感覚で知るこのような言葉を用語を使うことでというのはカビスたちはこの、まあまあ、自分の本でもこれについて書いたら、まあ、他のカバリストも同じその感覚を持っているかどの話かというのを理解できる。例えばなんかカビストはなんかロバーそれか犬、まあ、テーブルか椅子、まあ、そういう偶話的に話せばまあ、それが書いまあ、他のカビスト書いたそのものを読んだ他のカビストはそれを感じることができる、まあ、同じその感覚を持っているからだからこのような言葉によってスピリチュアリティを説明してくれているだからその牛、まあ、それはロバ、まあ、それは知恵と慈悲の意味でだから、まあ、スピリチュアリティの時はその動物の話ではない実は2つの特質の話をしているスピリチュアリティに存在 している特質というのはそのカバリストの感覚にある現象についてもちろんカバリストたちもマクドナルド そのファームにそういう動物にその動物の話をしなくてもいい、まあ、それかなんか特別なその出来事とかについて話してても常にスピリチュアルな感覚のことを示している聞いてる人はその根源を理解する、まあ、その神道的な枝はその根源の座面になっている因になっているからというのは例えばなんか花の、話、してるとしたらあいいその記事がある、トゲの間にある菊というゾアの書に書いてもトゲの間の菊の花という記事があるけどもまあこれはなんか花のような植物のような話まるでそうなってるけども
実はそうではない、なんか花が棘の間にあることは、これはスピリチュアルな本質のことについて話しても、この上にあるもの、その棘のことも違うことを示している。例えばこれらは棘です。これらの棘はなんかスピリチュアルにあるものを示しているわけです。Okay. これらのことを理解するのはとても重要です。私たちにとって、まあ、ゾーハの章のこれらの偶話とか話とか、まあ、いろいろな説明されているのは、生命の木とかでも説明されているこれらの偶話とか話、まあ、ジュコン・セフロント研究とか、まあ、バルセラムのゾーハ のコメントとかに書いていること、すべてはスピリチュアル その概念のことについてしか述べていない。はい、他に何言えますか。スピリチュアルな場所にはその話というものはない、も想像以上であるから、それでも表現することはされることは可能。枝によって、まあ、自分の近くにこの具体的な世界に目の前にあるものによってというのは、まあ、カビリストたちはスピリチュアルと説明するその方法をなんか考え出さないといけなかった、まあ、この私たちに、まあ、教えるのに何かやり方方法が必要です。例えば私たちも同じことをやるでしょう。子どもたちも、例えば子どもは何か、その好き嫌いがある食べ物、まあ小さい子どもにも食べさせれないものもある、まあ、砂糖はあまり上げすぎてはいけない、辛いものとか、はい、まあ、そうだからこれは砂糖、まあ、甘いものは体にあまり良くないというふうに教えないといけない。だから、まあ、自分は食べてるけどいろいろ甘いもの、ね、これはあまり良くない、あなたは食べてはいけないけどもよくない、まあまあ、子供はまあそういうのをまあ理解しようとして、私たちも一緒です。カバリストたちはなんかあるその状態を説明してくれてるけども、自分は全く分からない、まあ、そういうの見たことない、味わったことないから全くどんなことが分からないというふうになってるけども、それでも実にまあそれでも私たちはそれを直接的には感じなくても説明することが可能になっている。例えばアンツィが言ったのにスパイシー食べ物、子供に2歳児も3歳児もその辛いもそのチリとかあげないでしょう。まあ、子供は食べたいかもしれないけども与えない、あなたはそれは食べていけないという、スパイシーでもとても辛いからあなたは病気になる。子供は分からないその話、まだ食べたい、でも親は与えない、子供にあげない。だからまあそこで子供はその混乱するそれは何なのか分からないのに食べてはいけないの、どうして。私たちも同じそのような状態になっている。例えば目の前にあるようなこともその棘と菊の花のその話したら、まあ、それはなんか自分が知ってるもの、まあ、目の前にあるような、まあ、分かるけども、でも彼らは説明してるもの、まあ、その状態スピリチュアルティにおいても感じるべきものは全く違うことだから、まあ子供はその赤いペッチリを見たら、まあ、ちょっとした花のような、まあ、なんか可愛いものだ、なんかサラダの、まあ、いつも食べてるようなものだと、まあ、食べてもいいでしょうと思うけども、実質に味わったならとてもそのお腹痛くなるでしょう。なんか何痛くなるでしょう。口燃えるようになる、それは避けたい。だから、まあ、まあ良くない状態になってしまう。まあ私たちも同じです。私たちもそこにいる、まあ、入ってないけども、まあ、それは説明、いろんなそういうふうに説明される。まあ、これはカバリストたちはそうやって人間から人間、世代から世代、スピリチュアルな感覚を伝えていく言葉、口の言葉で文章ででも、彼らは互いに理解し合うことができる。これは重要なところです。まあ、彼らは同じその段階になっています。その例えば CD の その思っているのは、まあ、相手もそれを食べたことあるなら、まあ互いに理解する。カブリスたちもそう、まあ、交渉するカブラのこの知恵を研究する必要にというのは、まあ彼らは互いに、まあ、カブリスとは互いに理解し合う、まあ、両方、まあ、2人とも同じその段階になって、まあ、違うカブリスとは違うそのより高い段階にいるかもしれない、まあ、実にまあその知恵を食べて、まあ、実にまあそのスパイス、まあ、全ても分かったって。でも、違うそのカベシとはちょっとだけ食べたとかもちょっとしか分からないけど、最終的にその感覚を持っている。もう一人はまあより深いその段階で、もう一人はより浅いその感覚、まあ、段階だけども、両方も二人ともその辛さを感じているという、まあ
Okay. So as we drew here, まあ、ここに、帰ったように、どのようにこのレッスンをまとめることができるか。このレッスンをまとめるのは、先週のレッスンと同じアプローチで、できるかもしれない。私たちは理解、する必要があるのは、まあ、これは多分一番カメラの性能難しい、理解するのが難しいところだったかもしれない。というのは、まあ、人間としてあなたはカバラの地に学びに来ました。新鮮のカバラの本を学びます。この本はクリエイターとの私たちの関係について話している、述べている。これは、それによって、結果、まあ、光が私に引き寄せられる。その光は自分を成長させてくれる。 Light that develops you. And it brings you wisdom. してあなたに知恵をもたらしてくれる。 This is quite similar. これは to how we study any wisdom in this world. これよりもいろんな科学とか学ぶことと結構同じようなことです。まあ、科学とか生物学とかもいろいろ学んだら、まあ、最初は何もわからない。ただ本を読んでるだけ。でも何か、例えば、動物をちょっと切って中を見て自分で実に見ていくこと、まあ、この本は何について話してるのか分かるような、ああ、これはその話して、まあ、その臓器、まあ、これは腸だ、まあ、これは汚い、まあ、これは見たくない、まあ、そういうのもある。だから本は、まあ、そのネズミその体の中にあったことについて話してた。で、実にそのネズミを切って中身を見たら、まあ、この本が書いてたことは実本当だと分かるような、なぜか自分でそれを見て感じることができるから。でもそれまでに実に、まあ、実現するその体の中も実に見る、いろいろ探ってみるまでに、まあ、ちょっとぼやけたことのような、まあ、その知識の、まあ、その話でしかない、まあ、知恵ではない知識になっているまだ。というのは体があって、まあ、その体の中にあるこの臓器がある、これは、まあ、これはこことか、実際、まあ、それを見るようになったら、まあ、切ってみて中は何なのかとか、どのようにつながっているのか、何が何かというのを理解していけば、その理解が深くなっていく、実に経験するから。だからこの怒りが私たちを成長させる、この進みたい、その本の中にあるものを知りたいという、その欲求を刺激してくる、成長してくる、それで次のその段階の発達にもたらしてくる。さっき話したその子供の話とか、何か学んでいると同じそのプロセスになっている。 OK、 だからこの光はのことは少し今のところピンとこない、ちょっとはっきりしてないようなことになってるかもしれないけど、理解できないかもしれないけども、光はずっと働いてる根と枝のその法則に従って働いてる。だからまあここで学んでることも、この世で学んでることもいろいろ知恵とか知識を得ていく、まあ、この世について学べばそうだけども、スピリチュアリティについて話せば、まあ、中でもそのスピリチュアの世界についてのその知識もだんだん開いていくべきです。1たす1は2というのは、ここにある、まあ、この世にあることは全ての根源にもあるというふうに。だから私たちはやる必要があるのは、自分たちを成長、まあ、作っていくことです。まあ、ここにあることは、まあ、環境とも呼べる環境。だから、自分にこの環境を作る。この環境の中で、environment to correctly apply。apply the wisdom of Kabbalah。The wisdom of Kabbalah。カブラの知恵を実現することのできる環境、正しくカブラの知恵を実践する環境、その環境によって、まあ、とても栄養を受け取るべきです。まあ、人は、まあ、この世で、まあ、大学とかで、まあ、そういう知識とかいろいろ栄養を与えると同じように、例えば
その大工になりたいと思った。まあ、最初はまあどんな道具とかその木製の質についてどのようになっているのか、どういうふうに切ったりどのように扱ったりするべきなのか全くわからないでしょう。そういうの、まあ、いろいろな物質を互いに切っつけたりする。でもそのマスターのそばでの弟子になったら、まあ、いろいろだんだん、そのもう木のことをずっと扱っていくうち、まあ、その感覚がだんだんついてくる、まあ、その木製は何なのかというのを感じ、実際に自分で感じていく、経験していく、まあ、スピリチュアリティも同じです。何か努力すれば、何か投資、まあ、努力してすることによって、まあ、スピリチュアリティに対するそのセンサーというものが開いていく。だからこの世でもいろいろ努力することによっても成長すると同じように、ここでも正しいその環境と学ぶその環境を作ることによっても成長していく、まあ、魂を作っていくことに向かってまして、だんだん理解するようになっていく、感じるようになっていく、このスピリチュアリティと現実にも、付着していく、まして創造にもアクティブに参加することになっていく、クリエイターのパートナーとしてもこの支配する力と一緒に。OK。で、まあ、これで、まあ、今日のレッスン終わりたいけども、質問は、たくさんなかったけども、いつでもエデュケーションセンターのメールに送ることができます。どうぞカバナシについて何でも聞いてください。私たち何にも対応します。手伝いたいと思います。で、なんか本読みたい気もどこから読めばいいかとかも、そういう質問何でも聞いてください。私たちは喜んでみんなにも指導したいと思います。どんなテキストを読めばいいのかとか、他のレッスンとかもいろいろ知りたいことについて。知恵の、まあ、カバラの知恵で進めば進むほどみんな分かっていくと思う。とっても深い知恵、科学です。もうこれは実は科学です。なぜか、まあ、自分をこの現実の中で探っていく科学です。自分をこの現実の中で自分を発見していく、まあ、理解していく、いけばいくほど、まあ、こうとても深い海だと、とても不思議、まあ、素晴らしい知恵だと発見していく、まあ、全て起きていること、その理由とかもだんだん分かっていく。どうしてこういうふうに起きるべきなのかというのも分かっていくわけ、まあ、これを実に理解するようになってまして、その原因、どうしてこれ、まあ、全て私たちに起きていることは、どうしてそういうふうにこそ起きた必要があったのかというのも分かっていく、まあ、これは本当に巨大なその知識になっていく、まあ、全てのこの、キリンのようなまあぼやけてたその知識を明確にしてくれる、まあ、考えてみると、私たちに起きたことはどうして起きたのかというのも全く分からない。何か経験しただけでまして、その大きな、とても大きいそのハテナしか残ってる、どうしてこれは私に起きたのか、でこの知恵は全てそういうのをはっきりにしてくる、この現実に自分にある自分の存在をその正当化してくれる、ね、それを知るようになるのはとても本当に素晴らしい、まあ、みんなこのレッスンは、楽しかったのか、よければ、まあ、このアプローチのスタディのそのアプローチを発達、することを一緒にしていきましょう。まあ、正しい態度、正しい環境を作っていけるようになるために、自分たちもそうやって成長していって、まあ、正しい、まあ、カバラの知恵を正しく学ぶことができるようになるために、まあ、その際、大家のその、利益を得るまでに短い時間の間、まあ、みんな、どうぞコメントとかなんかリクエストとかあればどうぞ教えてください。とても手伝いたいと思います。みんなに、あとはみんな知っているようなこのレッスン、まあ、YouTube のチャットのオプションも、オープンになっているので YouTube で見ているなら、まあ、そこでも質問してどうぞ。あとは Facebook ページも使ってください。そこでも喜んで手伝います。次のレッスンまで良い週間を。さようなら。